こんにちは藤井元気です今日はあチャイナの行方ということで、えー、お話してみたいと思いますでそれはよく言われるチャイナ経済のバブルの崩壊ということでもありますがいわゆるよく言われているようなチャイナバブル、えー、経済崩壊論という話では全くありません長期的に見てですねは、えー、我々の西隣のまの大きな国であります 軍事的にも強国でありますけれども、このチャイナという国がどのような方向に動いていくかの行くかということについて、えー、一つの見通しをつけてみたいというふうに思います。で結論として言えることはまず第一にこれからの対チャイナ投資ということは絶対に控えていただきたいということですね。から二番目にいわゆるバブル経済は崩壊していわばチャイナのまあゴールデンエイジと言いますか。 一番経済が順調に伸びていた時代はもう終結いたしましたそしてさらにこのバブルはさらに崩壊しつつありますというのは事実なんですが三番目にですねところがそれが現在の中国共産党体制の崩壊にはすぐには結びつかないということです世の中ではですねこの二つがあのごっちゃにされているところがありますねチャイナのバブル経済の崩壊とイコール今のいわゆる中国 の終焉つまり中国共産党体制政治体制が崩壊するというふうに非常に安易にです、ね、この2つをこうくっつけて考える傾向にありますが私は全く別のことだと思いますそれではどうなるかというとですね現習近平体制は、えー、もう自由化ボーダーレス化によるですね輸出主導のチャイナ経済の繁栄は終わったということこれにもう見切りをつけざるを得ないと。 いうことになりますがその認識の下で経済全体を今までの開かれた自由経済から統制経済の方向に大きく持って行こうとしておりますそしてその統制経済化に私はある程度成功すると思います、えー、ですので、えー、自由経済の論理から言えばですねバブルが崩壊したそして時の政権が長持ちするわけがないというふうに思うわけですね 日本やアメリカあるいはヨーロッパのようにデモクラシーが導入されている国では少なくとも時の政権与党がですねその権力を維持することはできない政権が交代するというのが普通だろうとあるいは自民党という同じ党の中でもです、ね、時の首相は責任を問われて辞めて次の首相にならざるを得ないだろうと大恐慌に匹敵するようなことを起こしたのであればというふうに思うわけですが政治的な選択肢が民衆社会のように 民主国家のように存在しないチャイナではですね、経済の破綻イコールですね、政権担当者の交代ということには全くなりませんまして今は共産党独裁体制でありますからその独裁体制そのものが滅びると崩壊するというところには残念ながらバブルの崩壊は結びつきませんすなわちチャイナにおいてはバブルの崩壊と中国共産党体制の崩壊というのは全く別のことである。 私はバブル経済は崩壊しつつある既にしているけれどもそれはイコール中国共産党の支配体制の崩壊にすぐには結びつかない残念ながらと繰り返し申しますがという認識でいなければいけないとそれが正確な予測になるだろうと思っておりますさて話は少し変わるんですけれども3月20日のことであります。 デビッッド・ロクフェラーさんが歳でお亡くななりりにましたデビッド・ロックフェラーさんアメリカのロックフェラー財閥といえば知らないものはないわけでありますが2015年の6月12日お生まれで、えー、今年2017年の3月20日にですね満101歳でお亡くなりになったということであります。 このデビッド・ロックフェラーさんお亡くなりになった時にあるテレビ局が私のところにインタビューの電話をかけてきましたで私はデビッド・ロックフェラーさんと直接お会いしたことはありませんでも日本とどういう関係があったかというようなことについて若干お話をいたしました日本にとってはこのデビッド・ロックフェラーさんはですね大変私はありがたい存在であったというふうに思いますこの方はまあロックフェラー財閥の3代目であります今はもうそれが第第世世代第5世代に 映っておるわけけですけどもこのデビッド・ロックフェラーさんはなんで日本にとってありがたい存在であったかと言いますとですねそれはロックフェラーさんがですね戦後経済発展した日本を見まして世界の経済のマネージメントないしはコーディネーションにですね日本を参加させようじゃないかということを言って日本に声をかけてそして日本をですね世界のエリートの仲間入りにさせてくれた人と。 いうことが言えるからであります、まあ、戦争で日本は負けましたけれども経済発展ですねいち早く遂げまして、まあ、1970年代にはですね日本はまあ第1次オイルショックも第2次オイルショックも超えてですねこのお経済大国として押しも押さないもしない存在になってくるわけでありますけれども。 このデイブ・ド・ロックフェラーさんですね、そもそも日本を、まあ、もう60年代から世界の経済のマネージメントに参加させなければいけないなということを思想をお持ちだったようですねそして今までのです、ね、アメリカのエリートがやってきたことというのはです、ね、欧米ヨーロッパとアメリカのエリートのコーディネーションお互いに集まってです、ね、どんなことを考えているか意見交換をしようよと。 えー、そしてもっていろんな問題についてです、ね、アンプレディクタブル予測不可能な状況が起きないように今、世界の経済のまあトップ大財閥でいる人たち何を考えるかといったらです、ね、自分のこの体制が自分にとって優位な体制がいつまでも続くようにということは当然考えますねしかし、その中で産業の,です、ねえー、この交流それから没落ということはある。 一時代、栄がていた産業が盛んになりまたですねダメになっていく、そういうことがある、企業もそうである、そういう波を乗り越えて、なるべく自分の財閥を長持ちをさせたい、当然それは考えるわけですし、会社のエーコ水、それから産業分野の栄ーコ節水を乗り越えて、あるいは政治的な混乱を乗り越えて、なるべく世界の資本主義を安定して、安定的に発展させていきたい。 その中で自分たちの地位もです、ね、保っていきたいとこれは当然そう考えるでしょうそうすると第二次大戦後もですねこの米英を中心とするイギリスだけではございませんヨーロッパのエリートと戦後復興はある程度成し遂げたヨーロッパのエリート前当時は西ヨーロッパですね東西冷戦というものはあったと。 ソ連を中心とする共産主義の脅威というものがあったけれどもアメリカのエリートとそして西ヨーロッパのエリートが意見交換をしようじゃないかというさまざまなグループがありましたその一つがアトランティックカウンセルなんていうのもありましたし有名なところではビルダーバーグ会議というのがありましたビルダーバーガーズという言い方もしておりますけれどもビルダーバーグ会議というのはいわば欧米エリート委員会ですねこれは今も続いております 欧米のエリートがです、ね、一か所に集まってホテルにです、ねえー、3日4日泊まってです、ね、いろんな問題についてさまざまな、えー、意見の交換をする、まあ、ダボス会議というのは非常に大きなもので部会も分科会もいっぱいありますから、えー、ああいうものではなくてもっと小ぶりなです、ね、もので集まって、まあ、集まる人もせいぜい30人か四40人ぐらいその程度でしょう、えー、そういった人たちが、まあ、同じテーブルを囲んで,です、ね、飯も食えばおそらく酒も飲んで。 その中でいろんな問題について順位討議するというようなことをずっとやってきたこれがビルダーバーグ会議とビルダーバーグ委員会といってちょっと有名な存在であります。で、えー、1972年に早くもデービッド・ロックフェラーさんはですねオランダ王室にビルダーバーグ会議への日本の参加を,を打診したんですね。でオランダってのはまあ昔から 縁が日本と深い鎖国時代から縁が深い国ですからオランダ王室と日本の皇室も縁が深いこのオランダ王室にビルダーバーグ会議これはオランダの王室の方が出ておられるそれへの日本の参加をさせたらどうだと言ったけど1972年にこれは断られたと言っておりますでそしてそれならばということで1973年10月ですが日米欧委員会三極委員会というのを作りましてここに三極というのは ヨーロッパと西ヨーロッパとアメリカと日本とここに初めて日本が入ったんですねトライラテラルコミッションと言って三極委員会三極は日米欧ということで宮沢貴一さんとか大北三郎さんなんかをですねどちらの外務大臣エコノミストでありますけれども勉強会をやってですねでこのコーディネーター役にズビグネフ・ブレジンスキーブレジンスキーさんの カータータ政権の大統領補佐官になるので有名でありますがこれが1973年12月に三極委員会で誕生した、まあ、ある意味でブレジンスキーなんかがです、ね、コーディネーターになって日本も入れた日本今まで入れ,て入れてなかった日本というものを,これを入れて日米欧でちゃんと話し合わなければ世界の資本主義の安定はないよと世界の経済政策これをうまくコーディネーションしてうまくやっていこうじゃないかと。 そういうところにですね、えー、まあブレジンスキーさんなんか働きかけた、えー、そしてロックフェラーさんが OK だよということになって、まあ、彼が大きなです、ねまあ、スポンサーになり、えー、そしてもって、えー、この問題をこういった問題を討議しましょうということですね、えー、をやったとそれで三極委員会で非常に注目を集めます。カカーターーータタ政権の時にですね、カーターさんは、 南部ジョージア州の州知事にすぎなかったけれども外交問題については私は日米洋委員会三極委員会でですね教育を受けましたと言ってああそういうことがあるのかと言って大変なですねこの注目を集めたということがあります。でこれはまあデビッド・ロックフェラーさんというのは国際的に見ると、まあ、陰謀論暴力論が好きな方にとってはですね、まあ、まあ暴力の一番の対価の中心であるというような方でありますけれどもまあこの方がお亡くなりになった。日本にとってはそういうい意味で 日本のエリートを世界のエリートのコーディネーションに参加させてくれるようになったという意味でありがたい方であったというふうに思いますさてこのデビッド・ロック・フェラーさん101歳でお亡くなりになったんですけれども彼がですねやっぱり最後に気がかりだったことって何だったんだろうかこれは私が想像するんですけども彼が考えてきた、えー、エリートの世界のエリートのコーディネーション世界の資本主義をやっぱり安定,安定させたい安定的に発展させたいということを彼は念願していたはずですね。 その中でもちろんロックフェラーファミリーロックフェラー財閥も繁栄を永久化したいというふうに考えていたんでしょうそうするとこの世界の資本主義のおめ付け役みたいなことをやっていたデビッド・ロックフェラーさんからするとおそらく知るきに2つの私は不安があったというふうに思います彼が予測できなかった不安材料これからもアンプレディクタブルであり続ける予測ですね不可能であるような要素が2つ今世界のシステムにはある。 一つは、ですねこれはイスラム過激主義ですねイスラム過激主義のこのイスラ,ムラ,ラディカルイスラムのですねテロリズムこれはもう本当に反西側反主要主義ということであると思います、えー、ソ連の脅威というものはなくなったとこれはいいことなんですけれどもでロシアが生まれた、まあ、ロシアの脅威も今はあります 西ヨーロッパに対するロシアの脅威日本に対する脅威もあるけれどもそれは勝ったのソ連のような世界観思想観から全然違う資本主義を潰そうというような共産主義の考えとは全く違うロシア自身が適度に資本主義化しておりますしかしこの一つはイスラム過激テロリズムというものこれが本当に今の世界システムを破壊するというような方向を目指しているこれは非常に彼にとっては気がかりだったでしょうねサウジアラビアの王様は自分たちと一緒に仲良くやろうと。 言っているけれどもイスラム過激派これ,というこれはどうにもですねコントロールし難い非常に不安であると世界のシステムを不安定化する要素があるということでしょうもう一つロックペラーさんがおそらく死のところでも気がかりだったのはチャイナの行方でしょうロックペラーさんの考えではおそらくチャイナという国もだんだん貧しいのは豊かになっていく開国,開国をする毛沢東なんかの共産主義原理主義から鄧小平の時代の開放,開放改革路線になる。 資本主義的な生き方を大きく,大きく取り入れるそしてもって世界の資本主義社会に参加して豊かになればその社会も自由化が進む共産党の一党独裁もだんだん緩んでくるだろう言論の自由というようなものも普及してくるだろう中産階級も増えてくるそうすれば中華人民共和国という国が西側を脅かすような脅威であるという時代はだんだん終わってくるだろう、まあ、世界の資本主義のコーディネーションに日本がそうであったようにかつて敵国であった日本がそうであったように コーーディネーション世界の資本主義国の先進国の関係調整にうまく参加する国の一つになってくれるんじゃないかそういうおそらく大きな希望を持ってチャイナと彼は付き合っていたと思いますがその希望もまたこれはものの見事に裏切られたとチャイナは経済的に豊かになればなるほど実は反米であり反西側であるという本質が見えてきた。特に軍国主義として今世界で一番最も 不安定なな要素ででああるののががこの中華軍軍国国国主主義義りりますチャイナが軍国主義国家になりアメリカを中心とする繁栄にですねチャレンジ挑戦してくるような存在になったはっきり言えば脅威である世界一の今軍国主義国家というのはチャイナと言って差し支えないでしょう IS のようなイスラム過激派はですこれは国家としてはですねもう存在しえない。 IS というものもやがて名前高いなりアルカイダのるなテロリスト集団になるでしょうそれはそれで脅威ですがこれはもう国家という形を取ることはできないわけでありますまもなく IS の領域支配は終焉するでしょうしかしチャイナという国はどんどん大きくなっているアメリカという国の派遣に挑戦すると堂々と言って幅からないと南シナ海に対してはどんどん侵略を遂げてくる。 公公の海であった海でああっったたところですねこれを英語でハイシーズないしインターナショナルシーズとついに複数形がつきますがそういうところを認めない全部自分の領海にしようとするそして海のシルクロード陸のシルクロードということでですねどんどん自分たちの勢力圏を広げようとしているということこれはロックペラーさんにはおそらく死のところにおいて一番気がかりなことの一つであったのではないかなと。 というふううふに思うわけですでそこでですね対局的に見て今チャイナのですねすでに繁栄の時代は完全に終わってしまったんだということこれをですねつか、えー、んでみたいと思いますこれににはは別に数字はいりません、まあいろんな数字がありますけれども経済統計ありますけれどもチャイナの経済統計は大体当てになりませんのでですね これをまあコンセプチュアルにといいますか大きな流れをですね直感的につかむ必要がコンセプチュアルに概念的につかむ必要があると思いますまあそういう難しい言い方はともかくとして私は2つの理由を挙げたいと思いますチャイナ経済繁栄の終焉もうこれ以上チャイナの経済いい時代終わりました完全になぜでしょうそれは政治的条件と経済的条件その両方が失われてしまったからです第一に 今までチャイナが貴重な経済繁栄を楽しんできたその根本はチャイナにあるのはですねこれは高度の技術でも資本の集積でもありません貧乏でお金もない技術もない低賃金労働だけが山ほどあるという国でありましたそれを豊かにする外国に投資をしてもらわなきゃいけないアメリカや日本やヨーロッパに工場を作りそしてそこにいる低賃金の労働者を雇ってもらってそれを作った製品を輸出して そしてその外貨主導型で輸出主導型で経済を反映させていくその真水で入ってきた潤ったです、ね、お金が国民を上から徐々に潤していくという形そして徐々に国内も内需も拡大していくそういう方針で取ったわけであります。それをやる前提は何かもちろん中華人民共和国は核武装もしているわけでありますけどそれは 対外侵略をしないといとう約束です対外侵略戦争をしないそれを約束してくれるならヨーロッパも投資をします特にアメリカですねアメリカが投資をしますやっぱりアメリカとの関係を正常化したことというのが非常に大きかったわけでありますそしてそれは日本にも入っていく投資をする工場を作る経済の回転が始まりますそこで地元の人たちが外国の企業に雇われてですね あるいは国内の産業であっても実際にお金を出しているのは外国の企業ですね、えー、そこに雇われて賃金をもらうそして豊かになっていくということこれをやる前提は何か中華人民共和国が対外侵略をしないという約束を守るということですねそして特にアメリカと軍事的に対立しない米国とは軍事対立をしないという約束のもとに現在のような繁栄のパターンが築かれたわけであります。 ところが今それをチャイナは自ら捨てようとしておりますいやでに捨てていると言っても過言ではないでしょう南シナ海に対すする侵略ですね。そもそも中華人民共和国の軍人さん政治家公開という考え方を理解できないようです公の海ここはどの国の船も自由に通っていいんだというところなんですねしかしそういった考え方は国際法によって成り立っているだから日本の船も南シナ海は自由に通れるしアメリカの船も通れるけれども 国際法を守っている限りは中華人民共和国の船も自由に取れるですから中東からのシーレーンが妨害されるということを心配する理由はないわけでありますそれを妨害するとすれば第三国あるいは海賊行為ですね海賊を心配しなきゃいけないだから中華人民共和国と日本とそしてアメリカと他の国が一緒に中東からのシーレーンを防衛しましょうとそういうことになればですねこれはもう何の不安もないしかしチャイナという国は 他国との対等な外交関係というものを信用しませんからまずバランスオブパワーということを信じません自分の方が比較的優位を保っていればですね、それで十分なんだ相手を完全に支配しないでもいいんだというのはバランスオブパワーの考え方です今世界の主流の国はみんなそういう考え方を取っているだからシー・レーンが公開公の海を通っているんだったらチャイナもそれに参加して 最近グローバル・コモンズなんて言い方がございますけれども世界の共有財産である公共財であるシーレーンを一緒に利用すればいいじゃないかそういう考え方がチャイナの軍人政治が取れないんですよねこれいつ自分たちの中東とのですねエネルギーラインが断たれるかもしれない自分で完全に南シナ海を制圧して領海にしないと安心できないこの戦略志向の欠如がですね 傍聴国家に軍事傍聴国家にしておりますこれは長年のチャイナの政治的な修正歴史で育成されてきたものの考え方でありますから今先進国に勉強に来る人がいてもリーダーたちはこの考え方を受け入れることができません要するに他国との関係というのは自分が支配するかされるか二つの二項対立しかないんですね 対等の関係で国際法を守るそういう考え方は受けられないと同時に比較的に自分が優位であればバランスオブパワー勢力均衡の中で自分が比較優位であればそれでいいではないかとそれによって優位に物事を運ぶそういう発想法が全然ありませんこれはチャイナの歴史を通じて作られてきたものの考え方であって変更ができないんですねだから南シナ海を全部制圧しないと気が済まない 他国を完全に制圧しないと気が済まない。やればやるほど周りの国と圧力を起こします。もうすでに起こしていえ、チャイナも体力の限界に近づいているんですね。かつてはどうだったのか。そもそも毛沢東と毛沢東周恩来の時代に、1972年、ニクソン大統領がチャイナに行った。毛沢東と握手をした。そして毛沢東もアメリカとの関係を築くことによって、 えー、彼の国内の文化大革命以来の騒乱をです、ね、まとめですね、えー、そしてもって毛沢東は最後まで、えー、覇者としてです、ね、あの国の建国の地として君臨することができたわけでありますでこれはソ連の猛烈な圧力を受けたいたし、えー、国内の経済建設もうまくいってないとしかしアメリカの方からすればですねベトナム戦争から足を抜いて足を払って そして当時の一番の敵であるソ連ソ連をやっつけるためにはチャイナと組む必要がある、チャイナと組んで米中で当時のチャイナの力もはるかに今より弱かったですしかし、チャイナという国とソ連の間共産主義の間にくさびを打ち込んでそしてチャイナを自分たちの方に戦略的に引きつけるそれでもってソ連これをやっつけるという大戦略をニクソンは考えました。 同時にベトナム戦争をやめてですね北ベトナムが優位のうちにベトナムは統一されてしまうけれどもベトナム戦争からアメリカは泥沼で嫌だ、えー、もう5万人も人が死んだら耐えられないそこから出ていくけれども同時にそれを利用してチャイナが東南アジア各国に革命を輸出したら困るということだから、チャイナに革命の輸出を断念する革命は輸出しないという約束をさせるその代わりに米中が組むそしてソ連を追い込む。 そういう図式を考えました。このドミノ効果でですね。もし、チャイ、あの、これがですね。えー、チャイナ、ソ連が応援している北ベトナムが、南ベトナムに勝った。ということになって、他の国もね、おしなべて、どんどん共産主義革命がいつされたら困る。ということですね。いう考え方があった。ね、肉さんは残念ながら、チャイナとベトナムが仲が悪いということで、気がつきませんでした。けれども。で、ベトナム、南ベトナム,ムから、足を洗って、ベトナム戦争をやめる。ついては、外蒙沢東に。 対外侵略をしない、すなわち革命を輸出させないということを約束した上で、ニクソンは毛沢東と手を結んだわけです、実は当時の毛沢東からすればとてもそんな余裕はなかったわけでありますけれども、だから逆に言うと、それを毛沢東が革命輸出をしない、他のアジアの国に約束してくれたので、アメリカは安心して握手ができたということです、これで米中関係が良くなったきっかけです、次に本当に開放改革路線をやった鄧小平さん。 平さんのの時ははアメリカカパーーートナタ79年にですね、トウ・平ョウヘはアメリカにもあの行きますし、えー、そしてもって、ですねアメリカと中華人民共和国は正式な国交正常化を結びます、実今まで台湾にある中華民国としか外交関係、アメリカはなかったけど、台湾との外交関係を断絶して、そして中華人民共和国との、えー、外交関係を樹立した。その時平さんは カーター政権、なるべにアメリカに何を約束したか、台湾の侵略はいたしません、台湾侵略は不可、分かりました、その代わり、われわれと正式な外交関係を結んでください、でそれによって国を開いて、開放改革路線、それによって輸出主導型で経済大発展を遂げるということが、初めてこの鄧小平のとカーターの間のいわばディールですね、によって成り立った。 このとき明確に鄧小平はカーター政権、アメリカに向かって何回もですね台湾には手をつけないということを約束しているアメリカ側からすれば台湾侵略はないねということを約束した上でです、すなわち台湾に侵略してくればアメリカは台湾を守らざるを得ないだからアメリカとチャイナは軍事対決をしないということを確約した上でですねアメリカはチャイナにアメダムを出したわけであります。そそそれが国交正常化そしてその後による あと貿易の自由化ですね毛沢東は革命を輸出しないということを約束してアメリカとの外交関係を正常化への第一歩を生み出したですからアメリカの側から特に言えばチャイナが対外侵略をしない特に米国と軍事的を対立をしないという全て前提のもとに対チャイナ党首というものは成立していたわけですこの条件を自ら中国共産党自身が、まあ、自らですねこれを 否定してくる,るこ,とになったとこれによって対チャイナ投資のです、ね、大きな前提が失われてしまったヨーロッパも見ておりますからアメリカほどじゃないヨーロッパからすれば米中が対決してもヨーロッパ特にドイツなんかチャイナと組むというオプションもありますけども南シナ海でやっているような対外侵略を堂々とするような軍国主義国家に軍事的な協力経済的な協力はできないと。 いうことは当然のことになってきますからヨーロッパの支持も失いますねダボス会議に集まったような国際資本家からすればなんでチャイナに安心してお金を預けられるんだそれはまず大前提は大きな軍事紛争をやらないまあチベットとウイグルも侵略した土地でありますけれどもまあそこは国内ということになっているからあえて何も申しませんとそこの人道問題はあるでしょう人権問題はあるでしょうしかしそこまで 勝手の独立を回復しろとは言わないけれどもから国内問題で目を半分つぶります。しかし対外侵略戦争をしないとその約束をちゃんとしなさいよという前提のもとにです、ね、チャイナの決済発展があったんですね。それを自らの手で否定しようとしているいうわけであります。それに国際法という考え方は理解できない。公開という考え方が理,理解できない。バランスのパワーが理解できないですから完全に他国、領域、海を支配しないと安心ができないという これはチャイニーズの発想法によって自らこの条件を大国になったがゆえに否定してしまった非常に愚かなことですがこれが現実ですもう1つは失われた経済的条件何を失われたのかこの米国と軍事対立をしないという条件のもとで国籍企業的なグローバリズムがです、ね、低賃金労働者を求めてチャイナに工場を作った低賃金供給国としてやっていくんだよということですねそして世界の工場になりました で中国共産党は世界最高の労務管理者として外国の企業にその労賃を労働者たちを安い低賃金の労働者たちを提供しますこれは中国共産党がやった役割ですねこれができたから今までの経済発展があったところが先進国の方でもうそういったことを続けていくと先進国の中産階級が没落しちゃうまずいなということがはっきりしてきちゃうダボス会議に集まっているような無国籍企業のエリートはいいですの人たちは構わない。 だからそこに行って、ですね習近平さん演説して自由貿易でやるんだと、チャイナ自由貿易のチャンピオンだみたいなことを言ったけど、自由貿易なんか全然やってない、彼らがやってるのは完全な統制経済、国内の統制経済ですね、やってくるわけです、要するにチャイナマーケットは全然自由で開かれた問題はないわけですよね。ところが外国に売りに来るときだけ自由貿易であるというのが、えー、チャイナのダブルスタンダードでありますけど、それをやられちゃったら、アメリカの中産会峡は没落していく。 ヨーロッパででも同じよううなな現象が起きている困る困ねということこったわけですそれを代表しているのはブレグジットイギリスの,です、ね、このおー EU 離脱であり特にアメリカのトランプ現象ですよねトランプさん何言ったらチャイナが敵だと何でかチャイナから安い製品がどんどん入ってくることによってです、ね、アメリカの中産会係が没落したアメリカで工場を閉めてそして持ってチャイナで工場を開いて同じ会社が。 低賃金の労働で作ったものをアメリカに輸出してくる、企業は儲かるかもしれないけど、アメリカから雇用が失われる、給料のいい雇用が失われてしまう、こういったことはもう続けられない、やっぱり国民経済が第一なんだと言って、こういうですね無国籍、企業的なグローバリズム、はボーダーレス化という言葉もありますけど、ボーダーレスエコノミーを許容していた先進国がもう許容できないよということを言い始めた、これ、日本もそうです。チャネルと 貿貿易易して表向きは自由貿易ですけど日本がどれだけ良質の雇用を失われましたからアメリカ人と同じようによく考えてみたらいいと思いますだから先進国としては損が多かったね消費者だけだとしたら、ね、も物の値段が下がりましたというかもしれませんが消費者だけで生きている人間ってはいませんまあ年金かなんかもらっててです、ね、お金だけ消費しているという人にとっては物価が安くなるそれはいいでしょうしかし人間というのはすべからく生産者であり消費者ですから安いものが入ってきたって自分の雇用が失われてです、ね、自分の雇用が取られて そしてもてもそれでチャイニーズの雇用が増えてですねそれでもって安いものが買えるようになっても自分は失業者ですから意味ないですねですからこういう経済的条件無国籍企業的なボーダーレス経済を進めていくというそれを許容するという先進国の側の条件が失われたすなわちチャイナ経済今まで反映させてきた政治的条件と経済的条件が両方とも失われてしまった。だから チャイナ経済の繁栄はもう終焉せざるを得ないいや終焉しております終焉する INGK で今進んでいるということですそれではより具体的にこれからどうなっていくのかということを次にお話しいたしますそれでは話の続きをいたしますこれに、えーまあ、よくバブルの崩壊ということが言われるわけですがミンスキー・モーメントという概念を使ってです、ね、考え方を使ってこのチャイナのバブル崩壊の考え方を整理してみたいと思います でこの実はまだチャイナ経済においてはですね肝心のミンスキーモーメントはまだ到来していないんですねで本当の苦しみはこれからだということになりますでこのミンスキーさんというのはハイマン・ミンスキーさんという経済学者でありまして1919年生まれで96年にお亡くなりになっておりますがシカゴ大学やハーバード大学で学位を取得してアメリカの経済学会で活躍した方であります。で彼がですね その公共の時は借り入れによってですね個人も企業もどんどんその成長を加速するということそこはいいんですがその後必ずバブルがこれが発生するそうすると必ず崩壊するというこれが一つのもうサイクルになっているとで金融というのはまあ金融いわゆるレバレッジの利用お金を借りてですね投資するということはこれは成長を加速する企業も個人もですね 経済全体をくにもそうです。しかし一旦ですねバブル経済が発生してです、ね、資産価値が下がり始めますとです、ねいや、上がった後にピークに至って下がり始めるとこれが大変な苦しみをです、ね、社会全体に生んでいくとそれがデフレ不況にもなり失業の増大にもつながるというです、ね、そういったまあメカニズムを解明した人ということが言えるわけであります。 でえーまあ、当然になりますけど経済が好調の時にはです、ね、投資家はリスクを取って借り入れをどんどん増やす、えー、資産を増やしていくと、えー、しばらく問題ないですねある時点を過ぎると資産がバブル化し始めると実態、えー、を離れて値段が上がるとそれでも投資家は借り入れを増やして資産をなお拡大していくある時点で資産のバブルが崩壊する日本では土地の価格が下がる、えー、株の価格が下がるそうなりますと 巨額の借り入れが残ったままですね資産価値が失われて担保価値のあるものがなくてそして借金だけが残る債務だけがあるそうすると債務を減らさなければいけないポイントがあるこれがミンスキー,モーメントなんですね何が言いたいかと言いますとバブルが崩壊しても経済崩崩壊壊ししないんですバブルが崩壊して株価がですね下がり始めてもまだお金を銀行が貸してくれるそのうちはまた持ってるんです。 だけど、もういよいよ債務を、借金を減らさなければいけませんよとなった時点で、経済の本当の地獄の苦しみが始まるわけです。要するに下がってしまった資産価値で、今まで100億で買った土地をです、ね、50億で30億で叩き売らなきゃいけない、えー、その分、ですね、こので,でも、その債務は減らないわけで、残っていくわけですね。会社は倒産する、企業は、企業は倒産するです、ね、そうしてもって、失業者も出る。 そういうい、ね、レバレッジでやったことの全く逆のです、ねえー、動きがダイナミズムが始まってしまうと、えー、逆に、まあ、別の言い方をすればです、ねえー、その金融レバレッジの利用というのは本来5年、10年かけてやる利益をです、ね、経済を成長加速させることによって5年後、10年後の経済まで先軍してしまうわけですね。 それでもって市場価格とです、ね、調整が始まったときにです、ね、過剰な期待感で物の値段が上がる土地が上がる株が上がるそのが限界に達したときにです、ね、結局その生産をせざるを得なくなると借りられるうちはまだです、ね、このミンスキーモーメントは来ません要するに市,市場のバブルの崩壊と本当の経済の崩壊との間に時間差があるんですこれはミンスキーモーメントという考え方の面白いところで実はチャイナはまだ バブ,ルバブルの経済のピークは来た土地の値段のピークは来たそして株式の値段のピークは来た上海総合指数は2015年の6月にピークをつけていますそれから3割ぐらい下げましたところがまだ多くの企業が借金に借金を重ねて経済を回しているんです企業は潰れないで済んでいるんですミスキーモーメントに向かってはいるんですが まだ債務を減らしなさいという圧力が政府からも銀行からもか,かっていないんですそしてもって裏の融資ですねシャドーバンキングなども通じてとにかく最後の段階になると借金をして借金を返す段階になりますもうそういう段階に来ておりますけどそれでもまだ債務減らしが必然になるとこまだ来ていないだからチャイナ経済の本当の苦しみが始まるのはこれからなんです市場の値段がピークという意味ではバブル経済も崩壊してるんです不動産もそうです そして株式もそうです。しかし、経済の本当の苦しみが始まるのはこれからなんですね。日本でも株式市場、1989年の12月の株式市場はピークでした、しかし、本当のこのミンスキー・モーメントということで,です、ねえー、苦しいのがです、ね、始まるのは94年ですね、約5年ぐらいの差が、えー、そこにはです、ねえー、生じているわけなんですね。 株価の日経平均のピークは1989年12月3万8900円でしたそれから下がり始めるんです下がり始めるけど初めのうちはなんとか借,りをです、ね、借金を借金で賄うということができるんですね94年の12月ぐらいになってもう借り入れがこれ以上できない滑走ももうこれ以上貸せませんさあ債務を減らしてくださいって言った時になる94年95年から日本の地獄の苦しみが始まったわけなんです でこれをよ認識しておかないとチャイナのバブル経済崩壊したと言っているのにまだそんなに、えー、チャイナで失業者が溢れているわけでもないじゃないですかとみんなそんな苦しんでないじゃないですかというのはまさに我々は市場の価値のピークとミンスキーモーメントの間に今いるんですね、チャイナ経済だからそれが目に見えていない、始まったら偉らいことになります、まあ、チャイナのミンスキーモーメントいつ来るかこれはまだ分かりませんけれども後で具体的な数字でお示ししたいと思いますけれども。 はいまあ、ミンスキーさんの理論です、債務を増加させる、これは公共だから、借金が増やすんじゃないんですねあの、景気悪いからじゃないですよ、公共である、そうしたら、ものを作ってもどんどん売れる工場であれば、私が、えー、企業家であればですね、じゃあ、銀行からお金を借りて、新しい工場を作ろう、土地を買おう、設備投資をしよう、なおかつ物が売れる、カメラが売れる、自動車が売れる、だから借り入れ、借り入れによって、いわゆる金融レバレッジですね、これを利用してどんどん企業を発展させる。 ところがこれがバブルが発生します必ず市場というものは行き過ぎるものでちょうどいいところではとどまらないわけですね心理ゲームではありますから現実の適正価格というものと市場価格というのは常にズレがあるわけですねでこれがジョージ・ソロスなんかの言ってることですね現実の適正な合理的な価格と市場価格の間で常にズレが生じているとギャップが生じている要するに人間の認識ギャップですねそれを極端な形になった時にそれを修正しようとする でバブルが発生するバブルが発生するは必ず崩壊する例えば土地の値段分かりやすいのはどん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 マネーゲームで上がっていくある時点にもうこれ以上上がらない非常識なレベルまで到達そうすると下がり始める今までお金を借りてもどんどん買ってもですねその買った土地が50億で買った僕50億借金あるけどそれが100億になった50億余裕があるわけですねおまた150億借りようまた土地を買おうそれがまたさらに値上がりした 言ってるうちはこれ金融レバレッジで私の資産はどんどん増えてる借り入れも増えてる債務も増えてるけども割の資産が増えてるからバランスが取れてるむしろ私の資産の方が大きくなってくるわけですよねところがそれが非常識な価格の上昇が崩壊になる崩壊になった時にさあ私が銀行から借りてる銀行からあなたは100億借りてるけど実際のあなたの持ってる土地の価格は今30億しかありません債務を減らしてくださいといった時になって 企業にとっては地獄が始まるわけですね。今まで三十億でしかない土地を払っても、なお七十億先が残っちゃうわけです。企業は倒産する。そこで、なお貸してくれればいいですよ。どうです貸せば、はい。ミスキー・モーメントは先に伸ばしができる。しかし、それによっても、バブルの発生と崩壊は必然ですから。だとすれば、ミンスキー・モーメントは先に伸ばせば、伸ばすほど傷が重くなっていくわけですね。 債務を公共で増加させていた,だいた時代からバブルが発生して崩壊して債務を削減しなきゃいけないこの瞬間がミンスキー・モーメントと言われているわけでありますだから市場のピークとミンスキー・モーメント債務削減の間には時間差タイムラグがあるということなんですこれが世の中の多くの人がチャイナウォッチャーの人が不動産値段も下がってるよなこっちはまあ 上海北京ではまたちょっと上がったしかし深圳でもちょっと上がったけど田舎の街はまだ上がってるかもしれないだけど大体によってもう下がっちゃってる上海の値段の上,上海総合株価指数のピークはどう見ても2015年6月だったそれから一月で3分の1下がったそれから何でもでも持ち直してる経済そんなに悪くないじゃないかと言っておりますけれども実は我々は民主主ムモーメントに至るチャイナ経済が今途中にいるんですだからそれがまだ目に見えていない始まった時には 巨大な債務があるほど悲惨なことが起きてきます。しかし、これはまた市場経済の国ではありませんから、中国共産党流の解決の仕方があるということなんです。また画面を変えて解説をいたします。えー、それではこのミンスキーモーメントについて、まあ日本もバブル崩壊いたしましてミンスキーモーメントが来た。アメリカもミンスキーモーメントが来たことがあります。アメリカはまあ住宅バブルだったわけですけどもね。 でこれでその両国でどういう経験をしたかということを総括してみたいんですけれども、えー、日本はですね、えー、これはあの、まあ、土地や株の,のバブルでございましたから、まあ、民間非金融部門、まあ、いわゆるその実業をやってる会社ですね銀行金融会社じゃないところの債務の再 GDP 比がどれぐらいだったかというと、えー、バブル前1986年の12月とおりますと175%ですね民間非金融部門の企業ですね。 の借金ですね、えー、どのくらい債務があったかということで対 GDP で175%これがまあまあ正常なです、ねえー、日本の数字だったとで、えー、それがです、ね、約このおプラス50%民主金目前て94年の12月から本格的に景気が景気があってかすかこの時から債務をベらしにしろということに なります実は株価はさっき申し上げましたが1989年の12月から株価は下がっておりました、だから不動産もばらつきあります土地日本中ですから土地の値段もばらつきありますけど大体91年の半ばぐらいからです、ね、土地の値段も頭打ちになって起こってきたということがありますがそれでも約あの91年からだったら3年ぐらい株価だったら5年ぐらいですね差があって221%まで。 債務が増えてさあこっから減らしなさいよっていうところで九十五年から本格的に地獄の経済になるんですよねというのが日本ですありますですからそれから二千四年これは完全にバブル経済が終わっちゃった十年後ですけどミンスキーモーメントがこれは百七十六パーセントに債務の対 GDP が戻ってあとは大体安定した数字になっておりますからこのぐらいが日本の経済のノーマルな状況と言えるでしょうでアメリカのバブル崩壊これ住宅価格でしたから、えー、企業じゃなくて 家計部門ですね家計部門の債務の対 GDP 比がどれぐらいになったかということを見てみたいと思いますでバブル前が74%です、ねえー、だったんですね2001年の12月の数字を取りましたそから民主金モーメントは2007年の12月に来てこれがこの時は98%だからほぼ100%それが、えー、これがバブルが崩壊して、えー、住宅バブルが崩壊した後安定してくるのは2013年の6月を取り,、えー、取りますとですね 81%でこれ以降だい大体安定しております、えー、ということなんですね。でアメリカでは、えー、住宅価格のピークは2006年の夏ぐらい7月ぐらいでしたから、えー、まあ1年半ぐらいは民主金モーメントが来るまでにか住宅価格のピークから本当に債務減らしが来るまで1年半ぐらい時間があったこっちはまあ比較的早かったですね個人の住宅のあれですからね。で でもこれは戻ったということなんですそうするとじゃあチャイナ経済はどうなるかというお話をこの後にいたします、えー、それではチャイナバブルの民主金問題とどうなるかこれももちろん分かんないんですけども、えー、バブル発生以前が2008年12月とするとですね、えー、これは、えー、何を取ったかと言いますとこれも非、えー、あの民間非金融部門の対 GDP ですね日本のと同じです、えー 民間の非金融企業の対 GDP 比の債務借金ですねで2008年12月が117%だったんですで上海株のピーク株式のピークは2015年6月ですからこれはまあ5000ポイントまでいった時が大体201%企業ですね借金が対 GDP に対して201%までいったしかしミンスキー問題ってまだ来てませんおそらく今17年の今3月にお話をしているわけなんですが それは確実に220%は超えてるでしょうねもっといってるかもしれない借金に借金を重ねてなんとかですねこの債務べらし債務底から債務べらしに行くところを先延ばしにしてるということでありますこれはシャドーバンキングからですねさ,さまざまな、えー、想像を超えたですね 金融のやり方によってですね、西側我々先進国のお指びもつかないようなことがいっぱいあるわけですけれどもそれによって借金を増やしているそれからよく言われることありますけれども地方の政府が豊かになろうというので勝手に不動産投資をやっているということです。でこれはですね地方の政府省市、こういうところが関連して自分たちが作った企業省や市そのものの借金じゃないかもしれないけれども。 実際にそれが作ったり日本で言えば第三セクターですねその部分の借金が膨大なことになっておりますおそらく日本の GDP500 兆円ぐらいはあるでしょうということになっておりますんでこれは潰す,潰すに潰せない地方政府はのやってることは中央政府は知りませんよ地方任せということになっておりますでご存知のようにこのゴーストタウンですね えーえー、品川面白いですね鬼の城鬼城と書いてゴーストタウンですねもう何十万という都市あるいはまあ100万ぐらいの都市のです、ね、全く人が住んでないようなところを不動産投資をやって作ってしまったとしかしそこに実際に入らない実需がないんですからそれを建てたお金は全部無駄になってるわけですね債務のまま残ってるさあどうするんでしょうなというようなところがチャイナ中にあるおそらく今220%どころか250ぐらい 言っているんじゃないでしょうかそれでいよいよミンスキーモーメントを迎えるとということになりますもうそろそろそれが始まってるんじゃないかと思いますがじゃあこれからその先チャイナ経済はどうなるのか共産党はどうするのかそれは自由経済の我々には思ってもみないような解決法があるわけです。えー、さてチャイナ経済もいよいよやぶくなってきてですね今年の1月には 外貨準備がついに三兆ドルを切りました三兆ドルというのが心理的にも一つの分岐点分水嶺であると言われたわけでありますけれどもこの三兆ドルを切りましてですね国内のいろんな数字経済統計はごまかしがいくらでも聞きますかつて李克強指数といってですね李克強さんが遼寧省の省庁知事知事をやってたときに他の数字は信じられないけど例えば 貨物輸送量こういったものを見れば本当の経済の動きが分かるよと電力消費量を見れば分かるよと、まあ、そういうことを言っていたわけですからこういった数字もじゃあ外国のエコノミストが見るようになりますとですねインチキを始めましてもう信じられる数字がありませんだけれども貿易統計とかですね外貨準備っていうのはこれは相手があるもんなんでなかなかごまかしようがないわけであります。でチャイナ経済がががどれだけ悪いか2016年のの全体の数字が出ましたが 輸出がなんと対前年比2016年全体ですよ2014年に比べて輸出マイナス7.7%輸出が輸入はどれだけ減りましたか輸入を見ればですね国民の生活がどれだけ豊かか貧しいか分かります豊かなら増えるはずなんですねえー、貧しくなってれば輸入も減っちゃうわけですマイナス5.5%です輸入はだからおそらくチャイナの経済は2016年は マイナス成長の5.5%で,、ね、で輸入が減っているってことは生活レベルがそれだけ落ちたとすれば GDP がマイナス5.5%でもおかしくはないわけであります。でチャイナの経済輸出主導型で潤ってきましたから輸出がマイナス7.7%減っているならばそれは当然ですね輸入の方民の方もお金が回ってこなくなりますからマイナス5.5%だろうとそれを6.5%伸びたと言って嘘をついているのがチャイナ経済。 であります全、えー、人代というものがですね全国人民代表大会というものがこの3月に開かれまして日日かから15日まででしたか3月やりました李克強さんはまあ比較的外国のエコノミストとも話が通じるまあ人でこれはチャイナ経済の解放を続けたいチャイナ経済はもうちょっと合理的なですね、えー、形にしていきたい世界の 常識に少しはかなうといいますかです、ねえー、李克強だって大変な権力主義者には違いないけど、やっぱり、えー、外国と比べてです、ねえー、ちゃんとまともな経済に、これから競争力のある経済にしていかなきゃいけないと、えー、それは若干の国内の、まあ、共産党を滅ぼすことはないけれども、共産党の特権をです、ね、若干削ってもそういうことをやらなきゃいけないと、おそらく李克強とかその支持者は考えていたでしょう。だからあの日本でも親中派の人人はです、ね、李克強さんみたいな人は えー、しっかり経済が分かった人がやってたら心配ないと言い方しましたけどえ、習近平との権力闘争に完全に負けましたね。えもうこの結果が出たというのが5日の3月5日の李克強の演説だった、李克強首相の演説だったと思います。まあある意味でもサバサバした顔をしてですね、これから国際競争力が大事だ、製品の質が大事ですよと言いましたけど、それを自分が責任持ってやるという考え方はなくて、まあ自分の いわば遺言的にそれをみんなに伝えておこうというような感じでさわさわしてですねその話をして彼の演説は終わりましたで実際上はマイナス5.5%の経済をプラス6.5%だと嘘をつかなきゃいけないかったわけでありますさていよいよンスキーモメントはきつつありますがこの時中国共産党は何があるか習近平は何があるか我々には思いもつかないような3つある。1つは 単純に統制経済の再導入です自分と縁がある企業を潰しちゃいけない企業債務がいくらあっても構いません債務返す必要ない債務を支払することできるんですね共産党ですからあるいは必要なお金であれば人民銀行中国人民銀行と言っておりますけれどもこれは日本の日銀のような独立したもんじゃありません共産党のいうことを全部聞きますから共産党にはこの企業は金が足りない入れてやるというよりは済むことです 何兆円でも入ります。したら、債務も払い。だけど、全部の企業にそれをやったら、どうなるか。超インフレになっちゃう。できない。習近平の言うことを聞く。習近平派の企業だけ。そういう人間の企業だけは、大事なところは助ける。それをやります。も、ま、う、あ、やってると思います。で、統制経済ですから、簡単、株が下がりました。中途半端のところで、上海株も止まっちゃってるんですね。三分の一ぐらい落ちたところで。 昔の落ち方だったら全体の30%ぐらいまた落ちるんですそれから上がってくるなら分かります落ちればまた上がりますところが30%ぐらい落ちたところで止めちゃったまたじわじわと分かってる要するに先物取引はや,や,やっちゃいけない先物で売っちゃいけない持ってる株を売っちゃいけない会社のオーナーは株を売るな要するに統制経済ですね 市場経済止めちゃったんだから、株が下がる、下がらないです。土地の値段もこれまでって決めてる、公定価格より低い価格で取引を。をやらせなければ、下がりません。統制経済です。でも、それをやると、何をやるか。まず外国人の投資家が。お金が今、持って帰れなくなりつつあります。特に、外貨準備を減らしました。外貨準備がどんどん減、まあ、減っております。減っているので、外貨、ありな、なけなしの外貨です。で、まして、これをですね。 同じチャイニーズの金持ちがです、ね、海外に自分の資産を持ち出しちゃうどん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 減っていく先はもう見えてますからね統制経済もっとなればお金の持ち出しも完全に不可能になるみんな必死になって持ち出すだから外国企業でも例えば企業を全部畳みましたあるいは自分の子会社を売りましたそのお金を20億ドル30億ドル本国に送ります日本の企業送らせてくれません外貨が出ていっちゃうからドイツの企業もそれができない銀行を売ったんですドイツバンクは。 その30億ドルぐらい入ってこない統制経済ですだから外国の投資家はますます投資しなくなるししてる人も早めに引き上げちゃおうということになりますそれでも自由経済で経済全体が崩壊して中国共産党の支配が危うくなるぐらいだったら構わない統制経済止めちゃってるわけですね止めちゃってるから下がらないんです実にすごいことですこれは日本でもアメリカでもヨーロッパでもできません 共産党支配の統制経済に再び戻るということでありますまあこれをやってどうなるかというと後で申し上げますけど人民元がこれがどんどん価値が下がっていく人民元の価値の裏打ちをしている外貨というものがなくなってきているドルがなくなってきているわけですそれから当然大衆の不満をそらすために対外膨張主義をますます取る軍国主義これによって国民の不満の解消をする排外主義ですねナショナリズムなんて立派なもんじゃないショービニズムです排外主義 特に南シナ海、ああいうところでどんどん進出をする、あるいは国内で言えばウイグル人やチベット人をもっといじめるそこに行って資産を没収してしまう都市部の貧民が行って漢民族ならばそれがウイグル人の上を乗っ取っちゃうそういうようなことを平気で今やってるそうすれば当面その分の不満は解消できますねあるいは少数民族ウイグル人、チベット人をいじめろいじめ殺せという方向に国民の不満を軍国主義の方向対外膨張の方向に持っていく。 分けてありますで既にある意味で犠牲になっているのが韓国ですね、韓国はサードミサイルの問題、アメリカの言う通りに、このサードミサイルというのを導入いたしました、サードミサイルを導入すると、エクスパンドレーダーというのはついてくる、これによって1000キロ先まで動体、動くものまで全部捉えられてしまうとなると、これは北朝鮮だけじゃなくて、チャイナが困る出力を上げると4000キロ先までこのレーダーで見えるそうです。 ミサイルが上がった途たに分かっちゃう、捕捉できちゃう、そういうものをサードミサイルを導入したら、チャイナは韓国を敵とみなしますよと言ってたんだけど、韓国もアメリカの圧力に屈して導入を3月6日から始めた、もう去年から言われておりますけど、韓国製品ボイコット、韓国の旅行者、レストランで捕まって、お前、出てけ、韓国語喋って、お前、韓国人だ、韓国はサードミサイルなんか導入して、チャイナの敵だ、出てけやられてます。 で韓国製品は一切チャイナではも売れなくなった輸出の 30%35% 韓国のチャイナ市場向けです経済的にもアウトです必ず次は日本に行きますもう日本の企業向こうで商売してて儲かってもお金が送れないところが出てきましたあるいはチャイナで倒産した企業なんかで、えー、不払いで日本でも犠牲のなる企業が出て日本も連鎖倒産するところが出ております 必ず日本はアメリカのアメリカとことを即構えるとチャイナも面倒くさいんでその周辺の国からいじめに入るということで、えー、日本も遠からずというかもう起きてると言っていいでしょう去年から親中の人でチャイナに行って今まで共産党幹部と連絡なんか取ってた人それで帰れなくなっちゃった人が何人も出ておりますスパイ容疑で向こうで検挙されてそして全部起訴されております ももう永久にに日本に帰ってこられれないかもしれません企業人でも商売がうまくいかないまとめてそして全部企業を生産して債務も全部払いましたそして社員の給料も全部払いました退職金まで出した売掛金も全部ですね、えー、仕入れたものをお金も全部払いましたきれいになって帰ろうとした空港でストップ帰れない半年一年足止めを食くもっと金を払わないと出してくれない。 そういう企業の人たちが続出しております。日本経済新聞が報道しないだけです。今もうすでにやられてると言っていいでしょう。そしてあと怖いのは経済難民を意図的に中国共産党は流出もさせる、始めました。アフリカの方に出す。力の弱い国に出しますね、とりあえず。アフリカの国、えー、そして、えー、日本にも。マレーシアあたりにも100万人ぐらい新しい新華境を送り込んでます。東南アジアの国も。 弱いですからそういった国にもともと家境のベースがあるようなとラテンアメリカの国チリにもアルゼンチンにもブラジルにも中華街ができてますアフリカの国もそうです日本にも退去して経済難民が流入してくれるでしょう彼らがあれば意図的に流出させて失業者はそのまま置いとくと社会不安になるね、今チャイナでは数万件の暴動が起きておりますそういった人たちを海外に 意図的に難民として出すこれはイスラム圏の内戦によって押し出されてきた難民とまた全然違いますけれども恐ろしい破壊力を持って各国を経済的に侵略していくことになるでしょう。地方共産党は何やるか統制経済を導入する2番目対外膨張軍国主義をやるそれによって国民の不満を解消する3番目経済難民を意図的に流出させるこういった対策を今取りつつあります。 バブル経済が崩壊し民主キー・モーメントが来ても中国共産党は、まあ、殿下の宝刀といいますか政治力軍事力を用いてです、ね、その問題を他の問題にまあ転嫁することはできるということでありますがそれをやっているととんででもないい反動が経済の方面で出てまいりまりす問題を解決することはできない一つの問題を別の問題に転嫁することはできますけれども解決することはできないということなんですね。まあ、経済の問題ででも本質的にははマジックはないわけであります で、えー、これが一つの起きている現象といいますかのは人民元という通貨の信用がますますなくなっているということなんです。で、えー、2015年の夏ぐらいからですねこれはまあまさに上海総合指数株価指数がピークをつけたあたりなんですから,から資金の対外流出が大変に激しくなりまして。<coughs> でこれはもうチャイナ経済先がないということで、えー、これは外国人投資家も引き上げますけれども同時にのチャイニーズのお金持ちたちですね資産家たち富裕層もこれ海外に自分のお金を逃がしたいいわゆるキャピタルフライト資本逃避というものが起きてきますですから、えー、じ人民元というものは自由に取引ができる通貨ではありませんまあ通常ですね共産党政府が定めたネート 毎日違いますけれどもそれまあ上下2%は動かすと言っておりますけれども2%も動いておりません大体上下0.5%ずつぐらいしか動かせないけれどもそういった相場でも外国で立ちますと人民元が安い方向に安い方向にどん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 ずれていくということが起きてまいりますで、えー、安くなりますと人民元とは暴落を阻止しなきゃいけないということになりますね。 でこれは今人民元なんてものをもともとチャイニーズの人も海外のチャイニーズマーちゃんと家業も信じておりませんがそのかろうじて持っているのはドル特に米ドルとの関係が安定しているということですでどちらかといえば米ドルに対して人民元の方が高くなっていくということ膨大な貿易黒字もありますからそれによって人民元を持っていてもいつでもドルに変えられる変えられるよと、まあ、ドルとの事実上のペッギング これは香港ドルでもやっていたことですが人民元という通貨の価値の裏付けを実は米ドルがやっていると人民元を持っていればそれによって米ドルに変えられるしかも人民元の方がちょっとずつ強くなっていくんだったらば人民元を持っていてもいざという時に米ドルに変えれば為替差益も手に入るということで安心して人民元を持ってもらおうとうそういう政策を取ってきました、まあ、単に中国共産党が管理している通貨というだけでは単なる紙切れであって全く信用がないわけで。 ありますアメリカの連邦の準備理事会の QE いわゆるクンティティブイージング量的緩和というようなこともありまして海外に出回るドルの量も増えましたで順調にです、ね、貿易黒字が稼げている間はですね要するに人民元の発行するといいますけどむやみに発行したんではやはりインフレが起きてしまうわけで。 中国人民銀行もですねある外貨、まあ、特に米ドルですねドルの量に応じてそれでもって人民元を発行すると相場をですねドルを持っている人から市場で買い上げてですねその分のドルを市中に出回らせるということですから出ている人民元の量と為替相場を考えると持っている外貨準備の量をドルで完全にドルによって裏打ちされた 人民民元といいう通通貨が民間に流通しているこういう状態だったんで、まあ、普通の人たちも安心して持てるよといざとなればドルに変えられるんだという安心感があったわけであります。これでもってあったドルはですね民間のドルは人民銀行中央銀行が買い上げるという形ドルが積まれるその分民間にお金が出ていくと人民元が出ていくとバランスが取れていたわけでありますが外貨を稼ぐ能力がだんだん、えー、減退してまいります。 そうすると今のところです、ね、その力が非常に落ちてきまして今、どういうことが起きているかというと、まあ、人民元をそれでも買い支えなければいけないですから、まあ、ドルというと分かりやすいですけれども市場があるとそうすると人民元をドルで買うということは政府が持っているです、ね、国が持って中央銀行が持っているドルを市場に出して人民元を吸収しなければいけない。 いうことになります、ね、それによって落ちていこうとする人民元の価値を保とうということでありますから国の準備通貨はどどんどん額は減っていくわけでありますでこれを一応発表している数字を信じるとすれば2014年の6月には、えー、外貨準備は4兆ドル約4兆ドルありましてこの時は1ドルが6.1人民元であったというわけで、えー、あります。 でこの辺りがですねチャイナの経済の、まあ、バブルのピークと言っていいと思いますが、まあ、ちょうど2015年6月が上海総合株式指数のです、ね、トップピークだった時ですけれどもこの時期は外貨準備そしてドルこれもバランスが取れていたというわけでありますで、えー、この辺の時はですね、このまさに6.1人民元で換算すればですねこれ100%米ドルの売れ落ちがあった通貨 だったわけでありますがそれがどんどん安くなりまして外貨が流出していく外貨が流出していくって人民元安くなるそうするとある外貨準備を使ってまた人民元を買いさせなきゃいけない外貨準備がさらに減っていくという悪循環が起きまして2017年の1月今年の1月は外貨準備はついに3兆ドルを切って2.99兆ドルになりました1兆ドル以上この間に減っているわけですね外国に資本逃避でお金持ちが持って逃げちゃった チャイナの企業が外国ににお金を逃がしちゃった、まあ、要するに中国共産党幹部あるいはそれとつるんでいるお金持たちががもうチャイナ経済に将来はないとを持ち出しているわけでありますあるいは外国の企業ももうこういうところでやっても将来性がないということで企業を占めてですねお金を海外に逃がしているという状況になってきたわけでありますそして1ドルは6.9人民元もうすぐならになるでしょうということでありますねそして現在 え外貨準備を人民元発行量で割りますと70%以下というところまで来ているかつては100%米ドルによって裏打ちされていた通貨ですそれが70%以下になっちゃった要するにだんだん紙っぺらいに人民元はなっているみんな分かってますからますます人民元を持ちながらなくなってくるということでありますそれが分かっておりますので政府の方もですね外国のチャイナの企業外国企業を買収いたしましたそういうところに お金を送らなきゃいけないんだけどサインはしましただけどもその実行が伴わない外貨が出てこないんです送れないんですそういう案件が随分出ております、えー、チャイナの複数の企業が MGM というアメリカの有名な映画会社を買おうとしましたけど話が途中で頓挫したもうお金が外貨が持ち出しができないスイスのシンジェンタというですね、化学会社農薬会社をチャイナの企業が買おうとしてサインをしました 5兆円のキャッシュで買うと言ったけどそのお金が出てこないそういった事例あるいはホテルなどの大型買収をする契約書にはサインしたんですけどその後お金が出てこないあるいは買収の話が途中で M&A の話が途中で宙に浮いてしまう、うん、あ,れあるいはまあキャンセルされてしまうそういう例が続出しております外貨がこれ以上出てったら困るというので外貨の方の資本規制というものもやっているという状況です。 でそこで,です、ね、実に基盤的だと思うのは、人民元を2015年の11月に IMF はスペシャルドローイングライト、SDR というまあ人工的な通貨でありますけど、その準備通貨に採用した、準備通貨に採用するということは、世界で自由に取引ができる、いわゆるハードカランシー、安定した通貨であるという証明なんですね、これはベイドルであるとか、ユーロであるとか、円ですね、これが準備通貨として機能してきたと。 いうわけけでありますけどそれに人民元を使えというのは自由に取引できる毎日市場で自由に本当に取引できてそしてチャイナの中でもチャイナから外国へも自由に送金できるあるいは外国からが外国へもですね外国からチャイナへもチャイナから外国へも自由に送金できるお金なんですかそうじゃないんですね共産党が全部コントロールしてるそういうお金は SDR の準備通貨に採用してはいけないわけでありますけれども将来自由化する という約束だけで IMF は SDR の準備通貨に人民元を採用して,もらし,てしまった2015年の11月のことです完全に誤った政策ですね IMF という組織も本当にえ腐敗した組織であります今や IMF の今の、えー、専務理事もその前の専務理事もその前の専務理事もこれは犯罪者だと認定されているんですねああ 前の2人はですね牢屋に入ってししままいました、えー、今の方はですね女性のフランス人の方でありますけれども、えー、罪が軽いというので一応有罪にはなってるんですけども、えー、そのお牢屋に行くということは荒いということで、えーまあ、あ起訴はされたんだけども有罪ということになったんだけど現役でやっておりますラガルドさんというフランス人の女性ですがね。 この,この方も専務理事になるときに、チャイナに、ですね私が専務理事になれば、人民元を SDR に採用しますという、裏で約束をしたんで、専務理事になれたんじゃないのと、押してもらったんじゃないのというような黒い噂もあります、IMF というところも世界に堂々と胸を張って、ですね世界の通貨の万人をやっているような、残念ながら立派な組織ではない、これは日本人はそういうところにも幻想は抱かない方がいいと思います。ともかく IMF の SDR 通貨に採用した人民元これも過ちであったと思いますこれが正しかったとすれば今頃ですね自由に人民元は取引ができていわゆる国際化が進んで日本の企業は儲かっているのに送金が日本にできないなんてことはチャイナのマーケットで儲か,儲かっている日本企業が日本に送金できないあるいは金を売ったチャイナに進出してある事業が成功したその企業を売ったそのお金売上代金を日本に送れない外国に送れないそんなことはありえないはずです。 まさにそこに統制経済が導入されているそういう統制された通貨は準備通貨に採用してはいけないんですねそれは IMF の大きな間違いでありますもう今からでもそれをもう一度私は変えるべきだと思いますチャイナからすればまさに人民元が危ないんで採用 SDR 通貨に採用してもらうことによって国際通貨として信用があるんだよと言ってそれを国際的に通用させたかったんでしょうが やはりチャイナの外側ではです、ね、信用できない通貨ということで誰も信用しないましてドルの裏打ちがどんどん減っている今ではです、ね、人民元を一人前の通貨として採用する国はありませんそういうところに統制経済の、ね、まさに悪,と言いますか悪影響が出てきているわけであります要するに統制経済を導入したことによって自国の通貨が崩壊するという現象 これ,をこれを防ぐことはできないというのは自国の中でしたら共産党は政治力で何でもで何もきますしかし外国との取引においてはですね相手がいることですからこれは全て統制するということはできないわけですね人民元の崩壊現象が続いているということになりますそしてではチャイナ人民元が安くなれば勝ってのように輸出大国になれるんでしょうかなれませんそれを次のところで次のセクションで 説明したいいと思います、えー、チャイナも国内でインフレが進んだということもありましてですね人民元が安くなればです、ね、夢をもう一度でかつての輸出大国、えー、安い賃金でジャガジャがですね外国に物を輸出して儲けるというまたかつての成長パターンを復活させることはできるのかということなんでありますが賃金が国際的に値上がりして 国際比較で見ると、チャイナの賃金、値上がりしておりまして、その夢をもう一度は不可能であります。これを見ていただきたいと思うんですが、イギリスのユーロモニター・インターナショナルという会社が調査した数字であります、えー。客観的な数字として信用していいと思いますが、製造業の平均時給です、1時間あたりの賃金、ドル建てで調べたものでありますが、2005年と2016年、11年の。 でそれぞれぞどういうい数字が出ているかチャイナはなんと3倍になってですね1.1ドル20セントが3ドル60セントまでになっている3ドル60セントというとこの表の中で南アフリカと同じ数字でありますけれどもインドなんかは70セントですメキシコはかつて2ドル20だったけど2ドル10に下がっているんですねですから例えばアメリカの企業が今一つの動きというのは チャイナに出ていた企業がこれはチャイナ経済はやばい統制もされる利益も持って帰れないというのでアメリカにでも来ようと思うけどアメリカじゃさすがに賃金高すぎて商売できないメキシコに行くというパターンがあるんですねメキシコだとすぐそばでこの交通費、輸送費も安いですね原材料費もそれから完成した製品をアメリカに持ってくるのも簡単である。 2ドル10ですから、3ドル60と2ドル10を比べたら、メキシコの選ぶという企業が出てきている、メキシコの方にはそういう政治的リスクはないということであれば、こちらを選ぶということも十分理解できる、インドなんかはまだ70セント、これは11年経っても70セントあります、ブラジルなんか経済が悪いものですから、2ドル90だったものが2005年、2016年、去年2ドル70に値下がりしていると、南アフリカも経済よくないですから、4ドル30がです、ね、時給3ドル60に下がっていると。 ということでチャイナは順調に経済が発展したある意味で結果でもありますけれども国内の物価も値上がりしですねこういった形で賃金が上がっておりますのでかつてのように低賃金の労働で外国の資本にどんどん入ってもらって工場を作って世界の工場で輸出主導型で儲けるこれができないというところにもうなっているわけですね実際都市の賃金都市の物価は高いですからこのぐらい払わないと労働者も食っていけないとそういう状況になっています。 チャイナで一番これから共産党がそらく苦労するのは外貨準備がなくなくくってくる。輸入できなくていいものもありますが高級品や高級な会社は別に入ってこなくても暴動は起きないでしょうチャイナは今やすでに食料輸入国です小麦が買えない食用油が買えない肉が買えないということになりますと国内で暴動が起きやすくなりますそれでも共産党は、 政治力といいますか軍事力で制圧すれば一応街の平穏を保つことはできるますます経済政策によってではなくてますます軍の実力によっていかとがえれば暴力によってですね治安を維持していくしかないとそういう状況に陥っていくのではないでしょうか。そうすすすると統制経済ますます強めてて軍の力警察の力力警察によって 上からの権力の力によって国家を統制し、社会を維持していくしかないということであって、ますます外国の企業はですね、投資はしにくくなるという悪循環に陥っていくというふうに私は思います。で、しかし当面の間、バブル経済の崩壊が、民主規モーメントが来ても、中国共産党の体制は安易には崩壊しないというのが私の予測であります。 多分長期的に見ますとです、ね、あの国は常に強い政権ができた時はチャイナ全体一つに統一政権ができる弱くなればまた分裂してしまうということを繰り返してきました、えー、この100年100何十年見ても清朝末期にはですねあちこちに軍閥がいっぱいできるでそういう状況の中で外国の植民主義もの犠牲になるという側面もありました。でようやく中国共産党ででで強い政府ががききて力ができたけども 今度は経済の面からチャイナが崩壊していくということで中央にある政府がですね大衆の支持を本当に得られなくなればですね今まで何とか飯を食わせてそして経済発展をするということで共産党に反対の人たちもですねこれを抑え込むことができた唯一経済発展というのがですね共産党にとってのレジティマシー正当性であったわけです。共産党の思想に反対する人 共産党支配に反対する人その人たちでもとにかく経済が良くなっているねということでみんな納得して文句言わないできたその人たちが一斉に今度は共産党に弓を引くことになりますそうすると長期的に見ますとやはりあの国は分裂してですね、えー、かってのような軍閥が割拠したような形になるのではないだろうかというふうに考えておりますしかしそれは今のところ私の、えー、規模的観測でありまして具体的にそうなる道筋は見えておりません 当面、軍国主義の強い国がますます軍国主義の猛威を振るというふうに考えて日本はそのための準備をしなきゃいけない国防力を強化しなければいけないそして国内に対するチャイダの間接侵略これを防ぐ手立てを国民が一致団結して実行していかなければならないとこのように考えます。